今日の話は芸能人が狂ったようにクラブハウスを連呼している理由ということで、自分は起業する前は約13年間テレビ業界で番組制作の仕事をしたんですけど、今芸能界を中心にですねクラブハウスっていうあの音声版の SNS みたいなやつがよく話に出てくると。で10日前くらいに初めて、なんかネット記事かテレビとかで、まあ、見て知ったんですけど、でそこから毎日のようにテレビとかで、やってたりとか、そうかと思うと、有名なタレントとかもなんかすでにね、かなり前からやってたみたいな雰囲気で、芸能人のね誰々とアイドルの誰々と社会学者の誰々のトークに参加したらどうだのこうだのとか、最近は一日中クラブハウスやってるとか、クラブハウスを密かに楽しんでいたのに有名になっちゃってやきもちですとか、クラブハウスは記事にしてはいけないルールなんですとか、なぜかまあメディアや芸能人が突然狂ったようにクラブハウスを連呼し始めて、まるで自分たちが発明したかのような意気込みすら感じるわけですよ。で今日はそれはなぜなのかっていう話になります。もちろんクラブハウスの運営側からしたら、メディアとか発信力のあるタレントを利用して流行らせるっていう手口っていうのは江戸時代ぐらいからもある手口なんで、まあ、裏ではそういう活動をしている可能性っていうのは当然あると。例えば、まあ、日本で広めようっていう時にやっぱりその一番ねあの影響力が大きい、例えばまあお笑い芸人の事務所に声をかけて、所属タレントに実際に使ってもらいながら広めていくみたいな流れっていうのがよくあるんですけど、まあ、それにしても今回の状況っていうのがあまりにも多くのタレントが前のめりになってる気がするなと思うんですね。やらされてる感というよりはなんか自らやりにいってるっていうような印象で、多分クラブハウス運営側もなんかびっくりしてるんじゃないかなと、思うんですよ。日本のタレントめっちゃアグレッシブじゃんって多分なってると思うんですね。じゃあ何がそうさせるのかっていうと、実は日本の今の芸能界を取り巻く状況といいますか、タイミングが原因になっていると思ってます。でそれは何かというと、一言で言うと日本の芸能界 vs キングコングじゃないかなと。日本の芸能界 vs キングコング、キングコングはあの芸人の、キングコングさんのことなんですけど、コンビ2人ともまあ YouTube とかでまあ活躍されていて、で日本の芸能界 VS キングコングっていうのがまあどういうことかって言いますと、まあキングコングといえば、まあ、2人ともねあの早くから YouTube に目つけてて、でタレントが YouTube をやる先駆けみたいな感じだったと思うんですけど、最初の頃はその芸能界からしたらテレビに出られなくなったやつがしょうがなく YouTube を始めたやつらみたいな感じで、要するに思いっきりバカにしてたわけです。そしたらそれがなんと YouTube が今やこういうご承知の存在になったってことで、今度は散々バカにしてきたキングコングに、まあ、めちゃくちゃドヤ顔で芸能界全体が時代遅れ扱いされる立場になっちゃったわけです。例えるなら、まあ、小学校とか、中学校でずっといじめられてたやつが大学で突然イケメンになって、まだ彼女いないのって言ってきてるくらいの状況なわけですよ。なので正直芸能界全体が今、まあ、この要は腹渡りにくり返ってる状況だろうなと。まあ、もちろん今では YouTube にねたくさんの芸能人が参入して、まあ、うまくいってるとは思うんですけど、まあ、それでもなんかやっぱり YouTube 界ではあのキングコングの2番線時間っていうのがやっぱり漂っちゃってるわけなんで、まあ、それまでやっぱりこの散々バカにしてきた人とか、まあ、例えばこの同じねあの芸人の先輩なんかからすると当然そのプライドみたいなねものがこう邪魔しますから、あのどうしても今更 YouTube には行きづらかったりするみたいなあのこともまああるんじゃないかなと思うんですね。でそんな時に海外からの、まあ、救世主として、まあ、黒船がやってきたわけですね。それが、クラブハウスですと。しかも聞けば動画じゃなくて、ラジオのような音声ってことで、まあ、好都合ってことでですね、まあ、YouTube とは違うと。これをみんなでまあ盛り上げることで打倒 YouTube になるんじゃないかっていうね。でもちろん YouTube が、まあ、まさかここまで広がるとは思ってなかったって、まあ、バカにしてきた芸能人たちもさすがにもう今度は同じ鉄を踏めないってことで、まあ、正直よくわかんないんだけど、まあ、とりあえず新しいものに飛びついておくとという状況もあると思いますし、このクラブハウスにいち早く参入して、まあ、流行らせることで、まあ、むしろこの一発逆転といいますかね、あの逆に YouTube を時代遅れに、しちゃうみたいな、ことも、まあ、狙う得ると。そうすれば、まあ、あのニックキーキングコングにも、あ YouTube さんお久しぶりです、まだ YouTube やられてるんですか、動画って大変じゃないですか、自分はクラブハウスなんで基本音声っすねみたいな感じで立場を逆転させることができるわけです。というわけで今の、メディア全体のクラブハウス盛り上げキャンペーンっていうのは、言い換えると日本の芸能界の威信をかけた、打倒キングコング逆転プロジェクトと、いうふうに、見ると、まあ、面白いんじゃないかなと。
というふうに思ってます。というわけで以上、芸能人が狂ったようにクラブハウスを連呼している理由という話になりました。ありがとうございました。